周波数特性とは、周波数と何らかの物理量との関係を表したものである。英語で、フリークエンシーレスポンスとなることから、F 特、F 特性と呼ばれることもある。音響機器や回路等の入力を一定にした状態で、周波数を変化させたとき、出力がどのように変化するかを表したものである。Y 軸に出力レベル。 x 軸に周波数のメモリを取ったグラフに描いた曲線で表される。この場合、y 軸は db で x 軸は対数メモリで表されることが多い。スピーカーやマイクロフォンの周波数特性は機械的振動と電気的信号の変換効率を周波数の変化に対して測定したもの。電気、電子回路や電子機器においては周波数特性は 温度特性と並んで重要な特性である。周波数特性の評価には、スペクトラムアナライザや、ネットワークアナライザが用いられる。無線機の場合は、測定者が通信周波数を変えながら、測定を行いグラフ用紙にプロットするか、パーソナルコンピュータを組み合わせて自動測定をする。回路や機器では、部品自体の周波数特性の変化が激しいため、 振幅特性のみならず、ほとんどすべての特性が周波数によって変化する。ESR と ESL を考慮する場合の透過、回路理想的なキャパシタのインピーダンスは周波数に反比例する。しかし一般に現実の素子は様々な規制成分を持つ。しばしば図のような透過回路にモデル化される。ここで重要なのが直列透過抵抗や、 直列投下インダクタンス、またはリードインダクタンスである。これらの存在により、ある周波数までは、インピーダンスは理想的な場合に似たように降下していくが、ESR と ESL の存在により、ある周波数で極小値に到達した後は、さらに周波数を上げていくとインピーダンスは上昇していく。このような傾向があるのは、あらゆる現実のキャパシタにおいて共通だが、 アルミ電解コンデンサでは比較的低い周波数でそうなるのに対し、積層セラミックコンデンサではインピーダンスの極小値を得る周波数が比較的高い。回路での利用の仕方によってはこれらをよく考慮する必要がある。キャパシタではインピーダンスが極小値を取る周波数が高いことを周波数特性が良いと呼ぶ。アンテナは一般に給電する高周波の周波数に 対して入力インピーダンスが変化する。周波数ごとのインピーダンスを測定するには、アンテナアナライザーを用いる。電波電波において、電波の電波経路上に、周波数特性が時間とともに変化する媒体が、存在すると、受信側で信号が歪む。これを選択性フェージングという、トランジスタ技術2004年9月号、P109。ありがとうございます。